皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もダークソウル2スカラオブザファーストシーン遊んでいきましょう。さあ前回に続いて一つ目のダンジョン、朽ちた巨人の森を攻略中です。で前回ね、ここにやってきました首都ね、このかがり火でですね、こっから下行けるとこっち行けんだな。ここの下ね、ここに行けると思ったらこいつが一撃で来る。まずい。斧3発で、さらに上かな。ここら辺は何もない。いや扉ね、開く。ただ限ってる。これって叩いていけるっけ。あ、いけそうかな。よし、破壊してトカゲ、はい、よし。でくさびしとアイテム、ハンドアクスか。持ってる、ハンドアクス持ってる。これね、ハンドアクス。ただそうね、予備にする。もう一本と、これかな。そう、本作ね、耐久度がすごい簡単に減ってくもんで、基本足りんのよな。と、兜。これは確かゴミだったかな。これは？これ生きてんだろう。やっぱり。しっかりガードして、よし。これ怖いな。なんか、耳臭くない？開く。優勢。いや、漏石。と、雫石。その上位版ね。ここは、もうないかな。いや、あったわ。と、レザーシールド。あと、修理の興奮。これあるんだ。今作もさすがに他はないか。もうない？ないね。んで、こっから下ってそこ行ける。あれ何？そこどういったの？多分ジャンプかな。まあ、とりあえず、あ、そこに待ってな。アイテム、あ、ただ結構下ったぞ。そこの木の根っこのアイテムね。そう、見てしまったからね。この真下かな。このこうです。す、よし。で、女神の祝福、全回復で一旦回復して、こっから下かな。とアイテム、まずこれね、ゴージャー国兵の兜。亡者となった王国兵その兜で、これがですね、弱くなります。これゴミかな、いらんね。で次にこれ、これ読み方なんだろう。雫石って読んでしまうとちょっとね、おかしくなってくる。となると何、木打石。もともと雫石ではなくて打石だったりするのかな。読み方がね、定まらない。でとりあえず雫石、この上位版ね。不可思議な力を秘めたこの石は、歳月を経るごとにその鈍い輝きを増していく。これで結婚指輪とかね、作ったらいいんじゃない。と、スモールレザーシールド。前面に缶を張った小盾。小盾の中ではオーソドックスなもの。これもいらないかな。多分、こっちの一生。さて、これぐらいかな。でですね、何、こっから下に行く、下かの外か、二択ね。どっちも行きたくね。そこ、これ行ったら死ぬだろう。あ、これは敵。よし、やっぱりこの起き上がってからこの活動開始がすごいな。
まず朝に強いタイプか。もう一発。あ、槍持ちね。これ初かな。リーチがやばい。ジャンプ。もう一発。ジャンプアタック。出なかった。これね。これがしたかった。ここは開かない。叩いても無理。となるとこれ何、渡るか。待ってね、こっちは、あ、これはあの霧ね、霧の先とドア。これ何、これは割れないか。これ生きてんだろうね。ブン、2発3発そう、本作ね、この回避でスタミナがね、結構持ってかれんだ。2回やったらもう半分以上、何割、6割ぐらい、結構持ってかれる。先にそうだな、そっち行く。待って、なんか見えたよ。あれ、気のせい、ん、これか。3発ジャンプ。とソウル。ここね、これはまずいだろう。そこ乗っかれるけど明らかにやばいと思う。で、火炎壺。いや、限ってる。つまりそこに行くしかない。こっちか、こっちか、さらに下るか。いや、ただ下は無理だろう。こっちだな。あ、でこれでこう繋がってくる。もうこれがなんかもう道として機能してるというね、すごいよな。あー、待って、なんかやばそうなのがいるぞ。ほら、アーマードミュータントタートルズみたいな。あれまずいだろう。こっから何、から下行ける。ただ下行っちゃうとね、戻れない。くそー、こいつを何やるべきなのか。これね、まずい。これ絶対まずいだろう。はい、この甲羅怖いな。確かこいつって背中でドーンってやってる。背中でドンどころの話じゃないんだな。ぶっ飛ぶのか。あ、そう。さて、でこれでライフね、ちょっと短くなりました。こっからいけないか。何？また、あそこに行く？下ってそっち？こっからは、ちょっと違うかな？ね。戻るか。くっそ。さて、リベンジ。リベンジしてよ、こいつに。一発叩いた。危ない危ない危ない。怖すぎない、これ。回転。それまずそれ。うわ、自爆したぞ、おい。てか何、爆発すんのあれ。知らんかった。と、こいつね、前回ほら、チクチクやってきた弓矢のやつ。ただ、置こうってやったな。下行ったね。で何、これ、こっからさらにあんのか。まず、うわ、これと思ったら何、上に、お前、ここにいんのか。いやらしすぎない、これ。いや、これマジでまずいって。回復。はいよ。あぶね。あ、こっから行けんのか。なるほどね。登って、
うーわー、ちょ待って、絶対まずいやつ来た。ほら、何あれ、なんか落っことしてたぞ。うわ、これまずいっしょ。これも明らかに強敵です。困ったな。ちょっと待ってね、もう順路覚えてないっす。よくわかんなくなってきた。行けるところに行くしかない。まずそのこっち、ここの下降りる。やっぱこの順路わかんないこの感じね、これやだね。正解がわからない。あと誘われてる人もいる。これは友好的な人。こんにちはじゃねえよ。ハグワッシュ、Who am I to judge? My name is Pate. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Oh yes, you be cautious if you go any farther. There's treasure in there for certain.But the entrance locks from behind. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. I was with this warrior, you see, and he insisted that he go inside first. The rather brusque fellow tried to swipe the lid for himself, but it trapped him inside. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed.I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. で、これ何？パッチワークかな？もしかして。ちょい待ってね。そっち行ける。で、何？中入っちゃうと閉まるの？いいだろう。閉めるがいい。何？どこ？どっから何が来てんの？それがわからん。あ、しまった。え、ていうかお前が閉めたんじゃないの？違うの？違うのか。うわー、これいかんって。これ待て、その人海戦術マジやめて。今回復。危ねえ、後ろから来てる。こんなのめちゃくちゃすぎないこんなの。あー、待て、ちょっと一旦の場所いいとこに行きたい。そう、ここら辺とかね。え、数を減らしたい、ほんとにもう。こんな槍に剣にさ、めちゃくちゃだろ。槍まずいね。はい、まずい。あー、くそ、これは死ぬわ。これ死ぬわ。そっか、この量か。まあ、ただ、分かってるんだったら対策はできる。さて、やってきたんだけど、あー、これ閉まってんのか。もう入れない、無理。抜け出したんだけど。これダメなのか。さあ、となったら行くのはこっちか。これ順路どうなってんだ。正解のルートがマジでわからん。そこも敵いっぱいでしょ。ま、これ迷うわ。迷う上に敵の配置がエグすぎる。これはここ何？こっからそっち行けんのか。と奥行ける。これな、順どっちだったっけ。ライトクロスボウ、これ弓かな。とりあえず1体目のボスとかね、ボスまで行きたいんだけど。ジャンプ、松明で時間延長ね。あ、そこに宝箱、まずこれかな。
今の何？あー、まずい。くそ、この分かっちゃいるけど避けらんないというね、このほんともどかしさな。よし、危ねえ。で、とりあえずアイテムこれ取って、これ何？中身、鎧抜きと兜、見とく。これですね、鎧抜き。ただ技量が10人いる。今11かな。装備ができない。いや、できるんだけども、能力はね、引き出せない。で、何？こっから、ここに来てしまうと、こっから下れる？ちょい待ってね。上に行けない。つまり、落っこちる。もうね、ライフがないんじゃよ。こっからそっちに行ける。あれは何してんの？金を縛えてる。これね、何してんだ？よし、もう一発。と、ソウル。ここら辺は何もないかな。ないね。しかし何も起きなかった。いや、これ木じゃないのか。ほら、人型になってる。っていうか、なんていうの、このゴーレムっぽいやつ、これから木が生えてるのか。一体化してる。で、それと、つまりこっから何？こっちね。あ、まずい。これって爆発すんのかな？なんか、でってなった。こいつ、ちょっともう、こいつね、そう。よし。これ、槍強い。これ、スマッシュ出ねえな、ほんとに。なんだろう。一回このニュートラルに入れてから、なのかな？こうね。あ、縦がいやらしい。3発。よし。これいいんじゃない？ウィングドスピア。槍ですね。仁王で愛用していた槍だ。これね、ウィングドスピア。ただこれも18か。技量が足りない。姉のような返しが特徴の槍。ただし攻撃の範囲が狭く、盾受けの対処が難しい。一旦やっぱ斧かな。いや、ほんと主力がね、斧なんだ。主力武器と、メッセージ。左に注意。そこに、ああ、槍持ちね。と、ドアがある。さらにアイテム、雫石と機関のコッペン。レベルね、レベルアップできるんだけども、これは鍵が必要。本当だ。で、叩いても開かない。つまりこれらか。あ、いいね。まず1匹だ。これ何？盾持ってる槍が2人。これまずいな。特に厄介な編成です。右も怖い。これは？よし。確かに。3発。で、ここに。これね。この先抜け道。で、左が有効ね。こっから上行けんだな。待ち伏せがある。本当に？敵に注意。つまり。上にいる？嘘。待て。あ、いるわ。いるわ。待て。見えてみる。あー、バブラブラブラ。見たし、あー、しかもなんか2匹いるし。この子らなんかね、冬着っぽくない？ほら。ユニクロっぽい。よし、危ねえ。アイテムは出さない。くちゃくちゃなって、もういないかな。
これなんだろう、剣ハルバードとソウル。ハルバード、これ振ってみたいな。まずまずまず、見えちゃった。くっそ、マジか。ここにこれいる、あのなんかぶっ飛ぶやつ。はい、回避。今当たるのこれ、嘘。振らせて取る、ここね。で、ブン、もう一発来ない。振らせて取る、ブン。くそ、仁王の槍がマジで怖いし。もう一発、はい、よし。あぶねえ、怖え。あ、でこっからはもういけないかな。つまりこれ一択、あの開始地点のな、木の根っこの方か。あれ何なんだろう。とハルバード、これもすごいね。筋力20の技量が14、斧と槍の融合武器。ここどこな。あ、でこれであのショートカットか。なるほどね。ほら、あの扉の先か。と、ヒアで、さらにエレベーターか。よし、でこれ開いて、よしよしよし。でこれで帰れる。このショートカーでかいな。よしと、一旦そうね、レベルアップ。
she should take this. It allows undead to call out for help to one another across the fissures between worlds. With luck, somebody will lend you a hand. Well, I see you managed to escape. I hope that brave warrior didn't come a cropper either. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Bearer of the curse. Seek souls. Larger, more powerful souls. Seek the king. That is the only way. Lest this land swallow you whole, as it has so many others. でね、本作、画面中央株、ここにね、敏捷ってステータスがあります。で、これっていうのがモンハンでいう回避能力。あと、エストミンを使った時の硬直時間にも影響してくるっぽいです。なので、そうね、今回敏捷かな。これあげよっか。多分、適応力。か、記憶力。いや、だったら適応かな。これね。これが2レベル上げて1しか上がらないったら、必要かな。いずれをね、決定する。よしと。じゃあそうですね、今回は時間の気にはちょうどいいんで一旦行動にして、で次回ね、あのショートカットの先、あとは木の猫ゾーンかな、探索していきましょう。はい、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ダークソウル2でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。